7名の漫画家より開業までのお話を伺ってまいりたいと思います。それではご登壇ください。福本信之、新田達夫、笹生奈美、山下和美、高橋留美子、高橋昇、三田典久。では7名お揃いになりましたので、早速お話伺ってまいりたいと思います。私は、まあ、三田さんと山下さんとご飯を食べる会というのでまず最初にお話伺ったんですけど、やっぱりこういう洋館がもしも残せるのであれば本当に夢があるしいいことだなって思ったので、まあ本当に迷うことなく行くだったお金を出させていただいて、あとはもう本当に働いたのは三田さんと山下さんと笹生さんと、それとまあでもやっぱりそうですよね、三田先生も本当になんかすごい働きをさっさと伺っているんでね。何が、まあ後で全然変なことじゃないなんでまあ本当にこれからまた動いていくと思うので、なんか、たまに皆様ちょっとここに寄って一服してみたいなね、そういうことにも使っていただけたらいいかなと思うし、宣伝もしていただければと思います。はい、ありがとうございます。